鉄道会社1社ではなく、あえて第三セクターとしてスタート、そんな事例があります。今回の現場は神戸市です。 JR と並行して神戸高速線というよくわからん鉄道路線があります。というわけで皆さん思ったことがあるかもしれません。おい、なんで普通の路線ではないんだよ。普通に阪急神戸本線とかでよくね。どんな事情があったのか見ていきましょう。それは今から約100年前のことでした。神戸市内には路面電車がありましたが、外側では私鉄が登場しました。東側は阪神と阪急、西側は山陽電鉄、北側は神戸電鉄です。いずれもこんなことを述べていました。もっと神戸の市街地まで変身したいな。客寄せのためには市街地まで乗り入れるのがベストと考えていました。ただ少し離れたところで終わっていました。特に阪神と阪急は三宮地区から離れていました。まずは三宮駅を目指すのですが、神戸市に言われました。おい、線路が地べたにあると踏切が邪魔。作りたいんだったら地下線にしてな。地上で通すのは絶対にあかんと言われました。さらに高架で作るのもダメとのことでした。線路がベルリンの壁みたいになってしまうためという点が理由だったようです。要するに街がセパレートされてしまう点が懸念された感じです。故に私鉄各社はなかなか延伸できなかった流れです。そんな中、まずは阪神が一歩前に出ました。地下線で作ることを決め、元町駅まで延伸しました。その後も延伸して山陽電鉄にアクセスする計画でした。ただ元町までできると ATM が空っぽになりました。故に延伸はストップとなった感じです。一方、阪急は高架にこだわりました。役所に対して頭を下げたものの、なかなか OK が出ませんでした。そんな中、国鉄に対しても神戸市は地下化をリクエストしました。ただお金がないとのことで、国鉄は高架にするとしました。そして国鉄線の高架化が完了すると、神戸市はまあ高架でも問題なさそうだな、おい阪急やっぱ高架で OK するわと述べ、阪急も三宮まで高架方式で延伸しました。ただその先の延伸に関しては ATM の観点から無理でした。そして戦争の時代に入り、ガチで無理になった流れです。戦後になると神戸市は述べました。路面電車ではなくまともな鉄道にしたいな。路面電車では物足りなさを感じていた模様です。本格的な鉄道を作るべきとしました。ただ公営地下鉄ではマネー的に NG でした。そこで戦前に延伸を企画していた私鉄に着目しました。私鉄4社に対してこんなことをサジェストしました。もしよかったら我々みんなでコラボしない？かっこ断ったら二度とチャンスはないと思い、かっこ閉じ。かっこの部分は述べていないですね。とにかく私鉄とコラボするみたいなアイデアを出しました。そしてコラボするとの契約を結び、新しい会社を作りました。これが神戸高速鉄道という鉄道会社です。それぞれでお金を出し合って起業した形です。1968年にオープンして今へと至る感じです。運営方法はこんな感じでした。第三セクターであったものの、並行在来線とかの場合とは違っていました。元国鉄の赤字路線とも違っていました。神戸高速鉄道はこんなスタイルでした。ああ、俺車両とか持っていないから、おい私鉄だ、ちょっと貸してな。車両を私鉄4社からレンタルしていました。運転士や車掌も私鉄から来てもらうこととしました。第三セクターの社員は駅の改札などに限った流れです。一方、運賃は神戸高速鉄道の取り分でした。車両と乗務員の分については神戸高速鉄道が私鉄4社に支払っていました。まとめるとこう言えます。鉄道事業をアウトソーシングするか、難しい言葉になっていますが、外注化した流れです。ただ国鉄が民営化される時代になると、鉄道に関する法律が変わりました。新しい法律では鉄道会社は3つの種類に分類されることとなりました。第1類、こちらは線路も電車を走らせるのも自分たちでやるタイプです。不動産の世界で例えると、マイホームに住んでいる人たちに相当します。第2類、こちらは線路を他から借りて電車を走らせる会社です。アパートで家賃を払って暮らす人みたいな感じです。第3類、こちらは線路を他に貸し出して不労所得で暮らす会社です。大家さんみたいな感じですね。
神戸高速鉄道は、私は第一類ですと国に言いました。ただ、こう返答されました。おい、嘘つくな。車両を持たないとか、単に線路貸しているだけだろう。というわけで、結局は第三種鉄道事業者となりました。それでもしばらくは前のやり方で押し通しました。運賃は第三セクターが一旦回収し、駅員も神戸高速鉄道の社員が常駐するとしました。私鉄4社は車両代として神戸高速鉄道より少し受け取るだけにとどまった感じです。それでもやがてこうなりました。私鉄に全部お任せした方が効率いいな。よって実際の運営は私鉄に移りました。駅員は阪神電鉄の社員がご担当するようになりました。神戸高速鉄道にいた社員は阪神とかに転職しました。山陽電鉄は神戸高速鉄道の区間から撤退しました。ゆえに阪急、阪神、新鉄の3社が直接運営することとなりました。神戸高速鉄道はどうなったのかというと。んじゃあ線路のレンタル代だけ毎月俺の ATM に入れといてな。場所代をもらって何もしていないみたいです。まあ、生活スタイルとしては羨ましいですね。ゆえに、運営的には、私鉄3社が借り主、神戸高速鉄道は、大家となった流れです。書類上は、阪神、阪急、新鉄の3社のテリトリーとなっています。いずれも、神戸高速線という路線名にしています。難しいワードで言う、上下分離方式となったわけです。地方のローカル線ほど話題になっていません。それでもシステム的には同じですね。ただ、実際に乗ったことがある人は思ったかもしれません。おい、なんで運賃別料金なんだよ。三宮を境にインフレしているんだけど。実質的に、阪急、阪神、新鉄のいずれかになったわけですが、変わっていない点があります。それが運賃制度です。例えば、阪神電車、元町伊勢の神戸高速線も阪神が運営する区間です。しかしながら、運賃は、別で計算される仕組みとなっています。梅田元町間は330円です。これが梅田新開地間となると460円になります。追加の130円は別料金の分です。同一会社でもお客目線では別会社と言っても過言ではありません。近くを走る JR とも差がありません。速度の面では大きな差があります。阪急も阪神も大阪神戸間だと JR が圧勝となりそうです。それでも、阪急阪神ホールディングス、当初はこんなことを述べていました。今後は運賃を値下げするぞー。ですが、実際にどうだったかというと、そういうことですね。変わらずに今へと至る流れです。マニフェストとは違ったポリシーに転換する政治の世界と同じかもしれないですね。なお、第三セクター、神戸高速鉄道ですが、他にも線路を持っていました。2002年より、北信急行電鉄の線路のオーナーをやっていました。あくまでも持っていただけです。北信急行電鉄は借金返済に苦しんでいました。そこで、こんな手段に出ました。まとまった金欲しいから、線路手放そう。バイバイ金。金欠なので、車を売り払うみたいな言い方ですが、そんな感じです。マネーが欲しかったとのことで買わせられたみたいです。そんな事情により、20年間の期間限定で、神戸高速鉄道が線路を持つことになりました。20年後については、残りは阪急電鉄に丸投げしよう。親分である阪急電鉄がお買い上げする予定でした。ただ、いろいろと問題が大きくなりました。両端型車だったこともあって、割高な運賃でした。乗客が少なすぎて赤字となっていたようです。値上げの話もありましたが、運営の都合もあって無理な感じでした。一方、役所のポリシーの面でもデメリットがありました。神戸市北部へのアクセス鉄道の運賃が高いことで人口減少が進んでいました。そこで神戸市は、ちょっと大きな出費になるけど、北信急行は借り取って市営地下鉄にしようと言い、神戸市営地下鉄となった流れです。この際、神戸高速鉄道が持っていたというか、持たせていた線路もお買い上げとなりました。そんな神戸高速鉄道ですが、かつては神戸市が筆頭株主でした。全体の4割を私物化していました。現在は 25% となっています。昔に比べて半分撤退したとも言えます。反面、52% は阪急阪神の持ち分となっています。ゆえに、実質的に阪急グループの私物と言えそうです。
それでも大阪方面との運賃体系の統一、目立った動きはありません。乗客目線では別会社的な存在、そんな状態が続きそうですね。ステルス第三セクター、そう表現できるかもしれません。皆さんは何かコメントありますか？ここまで完全私鉄ではなく第三セクターの道を選択した神戸高速鉄道についてでした。なお、ところどころに意味不明な想像が含まれています。この辺は許してくださいね。